はい、皆さんこんにちは。ハイセス、本日はですね、資生堂の方がですね、早期退職をですね、今募っているようでして、こちらのまあメリット、それからデメリット、こちらについてですね、私なりの見解についてお話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味のある方はぜひ最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。 Let's get started。はい、翔平先生、早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。まあ、よくですね、会社がですね、例えばね、業績が思わしくない際、もしくは今後の見通しがね、あまりよろしくない時に、社員のですね、固定費をカットするためにですね、早期退職を募って、大体ですね、まあ1年分、それからまあ 1.5 年ぐらいの給与を、まあ退職金としてお支払いをして、辞めてもらうっていうのはですね、あると思うんですけども、まあそちらをですね、取るべきか、会社に居続けるべきかというところがあると思うんですけども、まあやはりですね、一時的なね、大きなまとまったお金が入るっていうのはね、まず一つメリットだと思うんですけども、あとはですね、その受け取る方の今後のプランですよね。例えばそのお金を使って今まで温めてきたビジネスに使うとか、もしくはもうすでに副業で始めていた事業をもっと伸ばしていくために、その退職金を得てコミットしていくっていうのはね、非常にいいと思います。能力がある方でですね、いろんなところからオファーが来るような方っていうのはですね、そういったので退職金を得て、またさらに新たなところに転職して、給料を現状維持、もしくはさらに上に上げて転職するっていうのはね、非常にいいことだと思うんですけども、まあ、ただ一方で多くの方っていうのはですね、次に探す仕事っていうのがなかなか見つかれなかったりとかね、給料が非常に下がってしまったりとかっていうのはですね、まあ、よくネットでありますので、ご自身がですね、何かもうプランがあって、次の就職先、もしくは次のどういったビジネス転換をしていくかっていうのはですね、地図が描けている方っていうのはですね、非常にこの退職金制度である程度まとまった退職金をもらって早期退職をするっていうのはですね、非常にメリットがあると思います。まあ、私もですね、まあ、45歳なんですけども、例えば私がもし会社で働いていて、こういった早期退職になって、もしそれを受け取った場合、次の就職活動を通常であればする必要があると思うんですけども、やはりこれね、45歳とかになってくるとですね、なかなか年齢制限とかでも受けることが、ね、できなかったりとか、そういうのもね、出てきます。もちろん今の時代ですから、仕事を選ばなければですね、いろんな仕事ってもちろんあると思うんですけども、まあ、ある程度自分がやりたいなって思っているような仕事っていうのはですね、どうしても40代を過ぎてくるとですね、なかなか難しいんじゃないのかなと思います。私もまあそういうのがありまして、常に緊張感を持ってですね、自分でもね、アンテナを張って動いているんですけども、まあ、やはりですね、この年齢とともにですね、会社としては若い人たちを入れたくなるっていうのはですね、どうしてもあると思いますので、まあ、そういったね、ご自身の年齢とかにもよりますし、まあ、ご自身が退職を得た後の次なるプランっていうのをですね、しっかり描けている方っていうのは、その資金を使ってまた新たに生活費の足しにしたり、もしくは何か投資を始めたり副業を始めたりとかっていうので、うまく有効活用できるんじゃないのかなというふうに思います。ご自身次第だというふうに思います。なので、例えば1200万とかがね、退職になった場合、それをもらって場合ではなくて、翌月からやっぱりね、収入がピタッて止まってしまうわけですから、1ヶ月目ぐらいは別にね、長く働いてるのが休もうっていう形でいいと思うんですけども、それが2、3ヶ月、3ヶ月過ぎると、だんだんこの焦りになってきて、今度はなかなか仕事が決まらないということで、うつ病になっていたりとかっていう人もね、中にはいると思うんですよね。なので、しっかりと退職金を得た後の次なるプランが描けている、もしくは行動していける方っていうのがですね、手を出してもいいんじゃないかなと思いますけども、まあ、なかなか全くプランがないとかですね、特に自分でビジネスも副業もしたことがない、次の就職先も何もないという場合はですね、ちょっとリスクがあるのかなというのをですね、思っております。本日はですね、私の早期退職に関するですね、思っていることについてですね、お話をさせていただきました。もし本日の内容が良かったと思ったら、ぜひいいねフォローお願いします。チャンネル登録の方もぜひこちらの方からお願いします。 X の方もぜひこちらの方からフォローして幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマガの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys for watching and I see you guys tomorrow. Bye.